本島から西へ40キロ、ケラマブルーの海が広がる島々は国内最大の国立公園に指定されています。3月のリンクフォーアンは日帰りもよし、長期滞在もよしの離島、ケラマ諸島にフォーカスします。渡嘉敷島の朝、港で水揚げされているのはマグロです。ほとんどが木原で1匹だけ、これがトンボ。基本的にはもう島でのタンパク源です。タンパク源のために取りながら、まあその中で大量に取れた時にはジャキとかそういうのにこう使いましょうっていうことで。取れたてのマグロはすぐにさばかれていきます。主に刺身として島の中で消費され、島外に流通することはめったにない渡嘉敷のマグロ。しかし加工されたこちらは島を飛び出し、県外でも大人気となっています。渡嘉敷島が生んだマグロジャーキーです。このマグロを使った渡嘉敷島の特産品、このマグロジャーキーを作っているのがこちらの加工場です。渡嘉敷港から徒歩2分、マグロジャーキーは島の職人さんたちの手作業でとても丁寧に一つ一つ作られています。いきますよ。はいよ。この作業はもう二人三脚なんですね。そうです。二人一組で。スライス以外は全部手作業ですね。手作業、手作りです。人間出てくるとここでそういうとこだけど、もう間に合わないんですよね。もう商品がね。こちら25グラム入りの商品なのですが、実際に入れている量はちょっと多め。25グラムだけど、そう28ちょっと多めに入れてらっしゃる。このサービス精神も手作りならではです。楽しいよ。ベテランを中心にね。私が一番古いです。あ、そうですか。2006年から。2006年。18年ぐらいになるのかな、もう。何歳ぐらいなんですか。何歳って聞かんで。年齢を聞かないで。年齢見の2桁。見てはいない。一本一本並べて、封をしたら完成。金属探知機での最終チェックまで抜かりはありません。かつてはカツオ漁で栄えた渡嘉敷島、鉛節やカツオ節は本島でも人気で高値で取引されていました。村の暮らしも豊かになり、かやぶきの家が次々に瓦葺きになったと言われています。しかし1960年代になるとカツオが取れなくなり、働き手がアメリカ軍のホークミサイル基地建設に流れてしまうと、次第に衰退していきました。カツオって鉛節を一旦そこの方で作って、そう昔ね、鉛の、ね、一本も売っててもね、そうそうそうの味付け鉛で売ってたじゃん。売ってた売ってた。そうやな。実はこの加工場、かつてのカツオ工場を再利用しているんです。島の産業を支えた場所で新たな特産品が生まれています。カッパやりたいの気持ちがわかるよね。やめられないと思うね。一度食べたら止まらない癖になる味の秘訣はこのタレ。そのタレは秘伝のタレですとか秘伝の
誰です、教えませんとか言って。スライスされたマグロは秘伝のタレの中で一晩寝かせます。たっぷりとタレが染み込んだマグロを一枚ずつせいろに並べます。きれいに敷き詰め終わったら乾燥機の中へ。ここでもう一晩。パリッと乾いたマグロを裁断すればマグロジャーキーの出来上がりです。大量になっても島内での消費量には限界があるため、売れ残ってしまうことも多かった渡嘉敷のマグロ。頭を悩ませ試行錯誤の末に日持ちがする加工品ジャーキーにたどり着きました。今では他の離島にも製造ノウハウが伝わり、県外からの観光客に愛される島の顔となっています。船の中でね、皆さん食べてくれるんで、ね、乗った時に嬉しいなと思いつつね、見てる、笑いながら見てるけどね船の中で食べてる。そう思います。ありがとうございますと思うよ渡嘉敷島を訪れると、これ以上人気が出ると生産が追いつかないという嬉しい悩みを抱える明るく元気な職人さんたちに出会うことができました